治川ダムのとこがなんか崩落したということで、ここに入るんですけれども、マジかここみたいな道路なんですが、こっちの方がなんかね怖いよね。でも今1台ね車が降りてきたからね、おっと滑った。このままなんか落ちてくるんだね。あ、マジか。2号線帰った方が良かったな。でも一番ね、一度落ちて降りてきたからね。おー、怖い怖い怖い。怖い。こっちの方がめっちゃ落ちてねえか、これ大丈夫か。これ急道でしょ。しまった、よそ見しとった。ここはやばいな。ギアが入ってる。南西進むんだけど、危ないよな、車が来たら危ないし、やべえ。よいしょ、よいしょ。あ、ちょっと、ここはどうやって上げたらいい、これ。大丈夫ですか。あ、はい、すいません。はい、ごめんなさい。ありがとうございます。すいません、これどうしたらいいのかな。すごい坂ですよね。落ちてる場所とかありますか。はい、この辺どこでも。あ、まあ、はい、大丈夫ですよ。じゃあいいですか、すいません、待ってね。硬いですね。
よし、はい、ちょっと待ってね、はい、よし、ちょっといいですか、ちょっと待ってくださいよ、止まったんですか、はい、はい、行く、この辺に、あった、はい、ありがとうございます、大丈夫ですかね、はい、これで、はい、よし、OK です、もう多分、うん、大丈夫です、ありがとうございます。はい。これで大丈夫です。すみません。助かります。こけました、まあちょっとね、インをつきすぎたな、ここもっとこう外へぐっと回らんといかんかったのに慌てましたね、いかんな、気をつけていかんとね、
真ん中はいけんよって。危ない危ない。いいのかな、ここ抜けたら、少しね、大きい道に出ました、油断してましたね。なんかこうぐっと、曲がるなとは思ったんですけど、思ったより急で、急でした。もっとあれはね、アウトにこう膨らましてからね、いかんといけんかったですね。また今日もね、救いの神が来てくれて本当助かりました。あそこすごいね、足場が悪くて本当に踏ん張りきれないかったですね。またね、こうやってたまに航空車も通るんでしょうけど、ほぼほぼ車の通りも、ね、少ないとこなんですよ。まあ、ここは、ね、さっきの落ち道と、ちっちゃい道があるんですけど、あまりね、車の問題もないところでね、また助けていただいてね、本当にありがたいことです。ね、みんなね、優しいですよ、本当に。何かね、大きいところまで帰ってきました。飛べたところね、撮影しとくほどね、余裕がなかったですね。今日のところはね、本当足場がダメでした。もっとね、こういうところでね、U ターンしてこけたとかで、あーとか言って写真写真とかなるんかもしれないんですけど、さっきのところはね、ダメですね。本当暗くなかったよかった。夜だったら本当どうしようもなかったかもしれないですね。明るいうちでよかったです。本当助かりました。最近とかね、こう地図を少し大きくしようかなとか思って、片手になってたっていうのもね、いいんですね。あんな切り返しになってるからね、思わなかったですからね。相当ね、遠回りをしたんでしょうね。またね、右へ、右左へ。ほんとさっきのところはね、もう抜け道の抜け道みたいな道でしょうね。よくぞ通ってくださいましたよね、ほんとね。